中学校の時の思い出なんですけど、いつも卒業式の時にその3年生が、まあ、合唱曲を1曲歌ったんですけど、今までその第一三章っていう曲を例年歌ってたんですけど、僕たちの代でちょっと変えようかなと思って、まず新しい曲を探してたんですよ。なんか自分たちに合ってる曲がないなと思って、僕と友達で、じゃあ曲を作ろうっていうのに決まって、楽譜も読めなかったし何も分からなかったんですけど、友達の家に行ってパソコンの録画でポチッと押して、僕がそこで歌って、それを一応 CD にしたんですよ。で、僕のその音楽の先生がすごい仲良くて、すごい協力的に手伝ってくださって、僕の声を聞いてそれを楽に起こしてくれたんですよね。曲名が桜のつぼみって言うんですけど、でまだ中学生だった僕たちはやっぱ完全に開花してるわけじゃないので、その一人一人の思いをその桜のつぼみという形で曲名にしました。はい、3年生送る会っていうのがあるんですけど、そこで初めて披露して、で最後卒業式でもみんなで歌って、それは本当に思い出というか、なんか今考えたら嘘みたいな経験だったんですけど、そんなことなんて思ってなかったんで、それがやっぱ一番の思い出ですかね。どうも、私は助産師になりたくて、これは中学校から将来の夢としてこれになるってずっと言い続けてて、きっかけは10個下に妹がいる時に、4年生の時に生まれて、なんかそれがすごい印象に残ってて、自分ずっと一人っ子で、お母さんに妹ができるよって言われた時に、あってなって、そういうなんだろう、幸せなことをにこう携われる仕事に就きたいなって思って、助産師になりたいなと思います。助産師になるためには、まずは看護師としての資格を取らないといけないので、2月から実習が始まるんですけど、辛いとかいろいろ言ってるんですけど、先輩たちとか。でもやっぱり友達と協力し合いながら自分の夢に向かって頑張っていきたいなと思います。やっぱり感謝を一番伝えたいなと思うのは両親です、ね、中学校の時とかは両親の大変さとか自分を心配してるから言ってることとか、そういうのがあんまりやっぱり理解できないところもあって、こう今よりも生意気なこととか言っちゃうことが多かったので、でも今になってやっぱりこうあの時は心配して言ってくれてたんだなとか、私を思うからこそ言ってくれたことだったんだなっていうのがやっと分かったので、これからはそのありがとうっていう気持ちとともに、なんか今までちょっと反抗しちゃった時とかのごめんねっていう気持ちも一緒にこう恩返しをしていけたらいいなと思います。両親以外だったらこう高校の先生方にやっぱり感謝したいなと思って、高校の時は大学受験でこうちょっと精神的に辛い時とかも結構あったので、その時に親身になって話を聞いてくれたのが高校の先生方だったので、その時のなんだろう、やっぱりその時の先生たちの言葉があったから当日の試験とか受験勉強も頑張れたので、高校の先生方には感謝したいなと思います。その僕たちが6年生の年に加須小学校が冬の交通安全パレードの持ち回り で加須の駅前通りを僕たち最後の的の演奏でこうパレードするっていう流れ でどういう選考だったのかちょっと覚えてないんですけど、1日警察署長みたいなのを僕が選ばれたんですよ。でもちろん制服とかもフラッグの元の方確か緑と濃紺の服にくるみ割り人形みたいな帽子のやつが制服だったんですけど、それももちろん着れなくて、スーツみたいな服装で先頭で歩くっていうことになってて、で僕的には
フラッグをやりたかったんですよ。選ばれておいてなんないんですけど、フラッグやりたくて、最後の演奏ですし、で、結構回すのも練習して受かって、で、なんとか終えて、で、カズオショーまで戻っていって、で、みんなでお疲れって言って写真撮って、でもその写真の中でも僕ともう一人の女の子だけ服が違うんですよ。で、フラッグを持てないですし、駅前通りとか車で通ると、あれやったなみたいなのをちょっと思い出しますね、やっぱり。カズオの街っていうのは、小学校時代と中学校時代はもうずっといたい場所で、友達ん家に遊びに行ったりだとか、お父さんとお母さんと一緒に出かけたりだとか、だから今はちょっと別の場所に住んでますけど、例えば車でその昔何度もお父さんと通った道とか、友達ん家に行く時に通った道とか、学校に行くために歩いて行った道とか、そういうのをこう車で通ると、あそこで自転車漕いでたなとか、水筒落としたとこだなとか、そういうのはやっぱりいろいろ、そういう思い出っていうのはやっぱりいろんな金沢町のいろんなとこに残ってますし、やっぱりそれはこれからもその自分の中にはそのやっぱり小さい頃の記憶として残るのかなっていうふうには思ってます、それは。いいね。あります。最後の話。